どうした？エグニス、列車止められねえか。プロンプトが落ちた。アーデン、いや、俺が落とした。どこかわかんねえ。結構前。ノクト、落ち着け。状況はわかった。だが列車を止めるのは危険だ。また襲われかねない。他の乗客もいる。だけど、もうすぐテネブライに着く。そこで他の乗客を降ろそう。プロンプトは帝国の宰相が絡んでいるなら、奴に連れて行かれた可能性もある。そうでなくても連絡があるかもしれない。少し待ってみないか。こっちに来られるか。グラディオもいる。あ、そっちは二人とも無事か。ああ、じゃあそっちに。ああ、クソ、また来た。片付けてから行く。なんか来たし。うりゃ、久しぶりだね。あらねよ。これはお前らの仕業かよ。知りたきゃ見てけば。宮殿までなら案内するよ。じゃ、いろいろ聞かせてもらうわ。ん？あんた、その目は？ああ、
ちょっと怪我をした。見えてないの？視力はほとんどない。戦いでか、大変だったね。そういえばもう一人いたよね。ああ、でもちょっと事故があってな。死んだの？わかんねえよ。ならそんな顔まだ早い。しっかりしなよ、先があんでしょ。ここを襲ったのはあんたらか？帝国軍に属する死骸ってとこ。あんたも帝国軍だったよな。昨日退役したよ。今は元傭兵部隊を連れて救援活動中。え、あなたがここで活動しているなら頼みたいことがあるんだが。うん？列車の乗客をここで降ろしたい。話を聞くに、この先は特に。そうね、じゃあ面倒見るわ。だったら運転手も変えたら？変えられるなら助かるが、動かせるやつがいるのか？うん、前にも会ったことあるやつ。ほら、この二人、ビックスとウェッジ、打たれ強いからね、安心していいよ。どうも、久しぶりです。で、何の話ね？列車、テイトに運転してって。はあ。一般人には頼めないだろ。ま、そうっすね。了解した。優しい心遣い感謝するぜ。あら、そう。運転頼むな。ええー、任せてください。正直何が起こるかわからないですけどな。ああ、警告は特にな。寒いとこ通るんですよ。標準芝の亡骸がある谷なんです。まあしばらく走りますんでね、ここでしっかり準備してってください。あ、宮殿の人と話しました？この近くにいると思いますが、フルーレ家に仕えてたそうで、あなたと話したがってましたよ。俺と？わかった、行ってみろ。俺たちは列車の方で待ってます。出発するときは声かけてください。もしやノクティス様でいらっしゃいますか？ああ、そうだけど。もう一度お会いできるとは。こんなに大きくご立派になられて。フルーレ家次女のマリアでございます。覚えてはいらっしゃらないかしら？ああ、悪い。いいえ、それよりお伝えしておきたいことがあるのです。ルナ・フレーナ様は紅葉の指輪をノクティス様にお返しできましたか？うん。ああ、何よりでございます。レイブス様も報われましょう。レイブスも？指輪をノクティス様へ、私の代わりに。どうか。体が思うように動かないのです。それを受け取ることはできない。
お前が自分で渡すんだ。指輪を渡し、王にその自覚をさせるまでがお前の使命だ。倒れてはならない。でももう私の力は。果たせ、ルナ・フレーナ。一人の人間としてノクティスに会い、お前の思いと覚悟を伝えろ。ノクティス様、帝都へ向かわれるのですか？ああ、レイブス様はレギス陛下の剣をノクティス様にお渡ししたいと願っておられました。再会は難しいかもしれませんが。受け取るよ、絶対。ありがとうございます。クリスタルさん、厳重に保管してるって言ったでしょ。ああ、本当に誰も近寄らせてもらえなくてね。皇帝でさえお預けを食らってたんだ。研究者たちに流れてた噂だけど、クリスタルと関係あるのはむしろ死骸。宰相が皇帝にあれを奪わせたのは、死骸や魔導兵に都合が悪いからなんじゃないか。そんな噂が現実味を帯びてきたね。ノクティス様。ん？ノクティス様はルナ・フレーナ様と結婚するの嫌だった？ルナ・フレーナ様はすごく喜んでたよ。ドレスが届いた時もニコニコして、ノクティス様のこと大好きだったよ。そうか、ありがとな。かつてレギスは聖石に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。その顔はテネブライに来て変化した。レギスも寂しげだったノクティスも、カンナギとしてではない、大きな力があなたにはある。私はカンナギである以外に特別な力など持ってはいません。ただ本当は婚約のお話をとても嬉しく思いました。ノクティス様にもう一度お会いできるかもしれない。それが本当に少しの間だけでもよくて、私の中にそれを嬉しく思う気持ちがあるから。持てる力のすべてでノクティス様をお支えしようと思っているのです。ルナ・フレーナ様、ご迷惑かもって言ってたの。そんなことないよね。あ、ないよ。
壊れた車両は別のに取り替えて出発準備してますから、出発したいときは俺たちに声をかけてもらえれば。一休みするなら食堂車がある。そろそろ出発しますか。なら乗ってくれ。ここの市民とそっちの乗客は私が面倒見る。帝都に入るんなら、まあ気をつけなさいよ。ありがとう。どうもな。じゃあ行ってくる。雪。おい、早く乗れ。ああ。ああ、どうも。一応ご連絡しますね。現在のところ特に問題なく、この列車は順調に帝都へ向かってます。何かあったらお知らせします。外は雪だ。中も冷えてきたか。標人の亡骸があると言っていたな。亡骸じゃ掲示はできねえか。無事に通り抜けられるよう祈ろう。帝都に入る覚悟もしねえとな。
渓谷を抜けたら帝都だそうだ。随分近くまで来たな。また止まりやがったな。すいません。お、どうした。今止まっちゃってます。調べてますが、これ外かな。俺たちが見てくる。ああ、はい。雪かきくらいで済みゃいいが。そうだな。寒い。ぼんやりしてっと死ぬな。狂人の影響なのか。多分見える。偉大らしいな。狂人の亡骸だ。寒いな。俺もだ。さっさと殺せ。へい、終わらせるぞ。うりゃ。どうした。中の様子がおかしい。早く来い。分かった。行くぞイグニス。ああ。おい待て。何の野郎。なんだ。
また会ったね。友達、そこで倒れちゃったよ。彼らとはここでお別れかな。早く助けないと。ああ、さすがの冷たさか。殺された時もそんな綺麗な顔だった。今こそ果たすべきカンナギとの古き約束。世界に光を。ルナ・フレーナ、もう諦めろ。ノクティスは王にはなれない。どうしてそんなことを言うのです。他に道などありません。これ以上はお前が命を落とすぞ。分かってます。後悔はないんです。ただ住む近くで声を聞きたかった。昔みたいに笑って、その手に触れて、無事か。ああ、標人が来てた。うん、まあもう帰ってから平気だ。他のとこ見てきてくれ。おう、行けるか。ああ、すまない。大丈夫だ。
もうそろそろノクトって呼んでもいいかな。お、久しぶりに死ぬかと思ったよ。やっぱり神様の力は強いな。でも俺も強いんだよね。死にたくたって死ねないっていうか。にしても粉々にするとはな。痛かったよ。いいものを見せてあげるよ。これなんだ。あ、誰のだって聞くべきだったな。見覚えあるよね。はい。なんちゃって君にはあげないよ。どこにいる。誰が。プロンプト君ね。この先。先？テート・グラレア。わかる？うちの首都。そこまで来ればさ、会えるんじゃない？ルシスのクリスタルもそこだ。あれは死骸に効くんだ。取り戻したらどう？じゃあ気をつけて。お友達が待ってる。